セクシオらしい優しさとシャープな見た目、その両立がなされているアイアンです。お値段的にも、まあ、今買っても実はいいのかも。ダンロップのゼクシオフォージドアイアンです。もうゼクシオというと、もう皆さんご存知の通り、日本で最も売れているクラブ、優しくて心地よく飛ばせるクラブです。ボディ部分は S25C が使われています。軟鉄素材ですね。でフェース部分は弾きのいい別の素材になっていて、ボール所属を出しながらなおかつフォージドなので打感も考慮されているというようなモデルにはなっています。ゼクシオでフォージドという名前がついているだけあって、ゼクシオらしい優しさは保たれています。こう見ていただくと分かるんですけれども、ソールも結構広めになっていますし、フェースも一枚もののフォージドアイアンと比べるとちょっと大きめ、なおかつこうアスリート好みするようなシャープなヘッドにもなっています。で打ってみても、多少のやっぱりフェースの薄い弾き感というのは、出ていますけれども、この裏側の、バッチですね、こういったもので弾きすぎないフィーリングを出していると。なので、ちょっとしっくりしたフィーリングも感じられるというようなアイアンになっています。で7番アイアンで、ロフトが30度、これ2016年のモデルなんですけれども、当時はやっぱりロフト30度だと、かなりストロングロフトという設定でしたけれども、もうこの2020年になったらですね、7番でロフト30度というのはもう標準的な、ロフトになっています。なので今使うと、実は飛距離的にも、ちょうどいいというか、7番として使うロフトとしては、ちょうどいいぐらいの、飛距離が得られるロフト設定のモデルと言えると思います。やはりゼクシオというと、もうブランド的な価値から、優しく、スコアをアップする手助けをしてくれるクラブとして認識されていると思うんですけれども、そういったこうブランドに対する安心感がありつつ、なおかつ、少し飛ばせて、少し優しくて、でなおかつ、少しすっきりしていると、そういうのが、まあ、ちょうどいいバランスで、取れているのがこのゼクシオフォージドアイアンのいいところだと思います。一時期はこう女子プロが使ったりですねしたモデルなので、いま、だに探していて、手に入れたい人っていうのは多いと思うんですけれども、もうなかなかこういったタイプのモデル、過去の、まあ、ちょっとお値段的にもお得になっているモデルというのは少なくなっているので、まあ、今買っても実はいいのかもしれないです。まあ、今の、標準的なアイアンと同じぐらい飛ばせるアイアンとして使えるのがいいと思います。